テの種としてもシチューにしても最高。こんにゃくと煮込んだなら酒のお供に不可欠さ。トマトと煮てもうどんにのせてもいい。味噌の風味の土手にビールとの相性もいい。牛筋肉はホルモンじゃない。アキレス腱の筋のこと。硬くて食べられないんや。煮込めばプルプル。牛筋筋筋筋筋筋筋を選ぶとは筋がいい。牛筋筋筋筋筋筋筋コラーゲンもたっぷりぷりよ。牛筋筋筋筋筋筋筋圧力鍋なら15分。牛筋筋筋筋筋筋筋プルプル食感やみつくり。ああ、突然ですが、牛すじ、お好きですか？あの、なんとも言えないプルプルでトロトロの食感、独特の風味。ビーフシチューといえば、すじ肉の入ったシチューでないと満足感でいられない今日この頃です。今日は、すじ肉の魅力について、熱く語ってみることにします。さて、このすじ肉、本来は牛のアキレス腱を指すんですが、いわゆるハラミにくっついている横隔膜も、肉質がよく似ているのでスジ肉とされているらしいです。これ焼いたり茹でただけでは猛烈に硬い。まさにスジ、とても食えん。でも長い間煮込むことで次第に柔らかくなるばかりではなく、ブルブルでトロトロの食感に。だけど加熱時間を長くとるということは地球に優しくない。そこでぜひとも圧力鍋で煮ることをお勧めしたい。なんと15分。そこのお嬢さん、圧力鍋なら15分ですよ。ついでにそのまま一晩冷やすと煮汁に浮いた脂肪分が固まって一気にポイポイってね。ところでプルプル食感の正体はゼラチン質。これは脂肪ではなくてタンパク質。このゼラチンには今話題のコラーゲンがいっぱいです。コラーゲンといえば美容と健康に。スジ肉はまさに理想の食材なんですよ。ほーら、まだスジ肉を食べたことのないそこのあなた、食べたくなってきたでしょ。スジ肉を経営していたこちらのお兄さん、早速スジを食べてみましょう。牛スジ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 を選ぶとはスジがいい。牛スジ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 コラーゲンもたっぷりいるよ。